というわけで今回のクローズアップ宮崎テーマはこちらです。今回は美味しさ日本一宮崎牛チーム宮崎第3区と題してお送りします。10月に開催されました全国和牛能力共進会で宮崎県が史上初4大会連続の内閣総理大臣賞を受賞したことは記憶に新しいですよね。そうですね。その強さの秘密というのは何なんでしょうか。はい、今回はですね第3区で優等賞主席を獲得した畜産農家さんを取材してきましたよ。そして豪華なプレゼントもありますのでお見逃しなく。それでは参りましょう。美味しさ日本一宮崎牛チーム宮崎第3区。やってきたのが高千穂町。市街地から車でおよそ15分、河内地区に全国1位に輝いた繁殖農家の方がいらっしゃるということでお邪魔しました。こちらの看板に林キャトルファームとありますね。あ、そして奥の方に牛舎もあるようですね。ちょっとお邪魔してみたいと思います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。笑顔で迎えてくれたのが林明宏さん、美和子さんご夫妻。現在2人で65頭ほどの牛を育てています。今年10月、鹿児島県で行われた第12回全国和牛能力共進会。この大会は和牛の品質向上を目指し、5年に一度全国の優秀な和牛を一堂に集めて改良の成果やその優秀性を競います。明宏さんは生後17から20ヶ月未満のメス牛を評価する第3区で優等賞主席を受賞、日本一の称号を獲得しました。今回の全国和牛能力共進会で私すごく印象に残っているのがですね、林さんが牛舎に戻られた後に奥様としっかりハグされているあの姿っていうのが本当に印象に残っててですね、私がね思わず明宏って抱きついたんです。あんなことはまあ一緒になって41年目ですけど初めてです。本当に今までで一番嬉しかったですね。ギュッとハグされた時のお気持ちっていかがでしたか。いえ、した覚えないんですよね。あれ、実は明宏さん、今大会にかける思いは人一倍強いものがありました。それは前回大会の苦い思い出があったからです。第2区に出品した明宏さん、しかし牛が動揺して静止せず、まさかの6席。最終的に3点差で宮崎県は団体優勝を逃してしまいました。非常に悔しい思いをしたと伺っているんですが、どういったお気持ちだったんでしょうか。そうですね、チーム宮崎っていうのはもう勝つのが当たり前みたいになってたの で当然自分の牛もチャンピオン取れると思って持っていってるし、宮崎県の総合優勝も取れると思っていたのに、まあ、わずかな差だったんですけど、僕がまあ点数を稼げなかったっていうので、まあ、団体優勝を逃したっていうのが一番大きいですよね。個人のその勝敗よりも、申し訳なかったなっていう気持ちが強かったですね。二席の人はその辺でこうみんな泣いてましたけどね、悔しがって。六席になるともう涙出ないです。言い訳もできない、なんか言葉にするとなんか嘘っぽくなる。でずっと本当打ち込みました。前回大会の反省から、牛がどんな状況下でも冷静さを保てるよう、歩き方や姿勢の保ち方まで何度も繰り返し練習を行いました。驚くことに牛の飼育方法は全て独学。その理由を教えていただきました。壁側のこのたくさんの資料すごいですね。そうですね、僕がね牛を始めた当初、はい、やっぱ時代もあってなかなか教えてもらえなくて、これもやっぱり自分で学ぶしかないと思って、一番最初に僕が手に入れた本がここら辺の本になるんですけど、臨床獣医学とか飼料学とか肉牛の肥育と経営とか和牛体制とか、これを読んで牛のまあ基本を学んだっていう感じですよね。これ化学記号ですよね。これ全くの素人という立場から
理解するのってかなり難しくなかったですか。そうですね、逆にねすごい興味があるからこういう本を、まあ、購入して見たわけで、もう知りたい知りたいっていう気持ちだけですね。およそ25年分の牛の健康状態、餌の内容などが克明に記されたノートです。膨大な記録は牛を育てる際の貴重なバイブルとして活用。明弘さんの大切な宝物です。美和子さん、牛を引いてどこかへ向かうようですよ。奥さん、こう犬の散歩じゃないですけど、こうやって牛たちも連れて一緒に歩くんですね。そうなの、これね、はい、散歩じゃなくて運動なんですよね。運動、うん、手をかければかけるほど、まあ、要はいい牛になるという、はい、やっぱりこういい牛を育て上げるためにはこうやってちゃんとコミュニケーションを取るっていうことも大事なんです ね。適度な運動はもちろん、365日愛情を注ぐことでストレスなく牛は育っていきます。農場の一角にある建物、明弘さんが廃材を利用して一人で作り上げました。おお、すごい。およそここ、わ、美しい絵がたくさんありますね。絵はどうされたんですか。これ自分で描きました。林さんが描かれた絵なんですか。はい、そうです。すごいですね。趣味で絵を描かれてらっしゃるんですか。いや、僕はね、東京で、美大を出た後15年ぐらい、向こう現場で個展を主体で絵描きしてました。33歳の時、両親が病に倒れたことを契機に帰郷。牛2頭を保有する兼業農家の後を継ぎます。全くの素人だった明弘さんが日本一の栄冠を勝ち取ることができた要因の一つ、それが画家としての感性でした。画家の経験というのは、今のこの牛を飼っていることにこう生きていることって何かあるんですか。構図を作って色を塗ってってこう段階を踏んで仕上げていくわけですけど、その前に必ずイメージがあるんですよね。どういう絵にしたいっていうイメージが。で、僕は牛作りについても、このお母さん牛にこの収牛の種をつけて将来どういう牛ができるかなっていうのをいつも絶えずイメージしてるんですよ。作業のこう段階がすごく似てるところがあるんですよね。それと一番大事なのは物を見る目です。牛は戦ってこう肉になるんじゃなくて、品評会なんかについてはやっぱり綺麗な牛作りをするんだけど、その時にこう一番ポイントがいろいろあって、そこへんをこうなんていうか自分の持ってる審美眼みたいなもので牛を見ると、この先が牛がどういうふうになっていくか、こう、まあ、見えるような気がするんですよね。画家としての類まれな才能が優秀な牛を育てることに生かされているとは驚きでした。今回の鹿児島大会ではですね、チーム西臼杵として臨んだっていうところもあると思うんですが、絶対個人でねできることじゃなくて、県もはじめ JA をはじめ農祭とかいろんな人たちが、まあ、協力してくれたってことですよね。まあ、チーム宮崎の強さはそこだと思うんですよね。ちなみに次の5年後北海道の大会ですけれども、食べ物も美味しいし行ってみたいところではありますね。本当は気楽に旅行で行きたいですけど、なんとかね仲良く次をってことですかね。次回、北海道全郷に向けてのイメージ作りがすでに始まっているようです。とっても素敵なご夫婦でしたね。もうお二人の仲の良さであったり愛情が牛たちにもしっかり届いているんだなと感じました。本当にそうなんですよね。そして林さんが今回出品したメス牛の香美穂なんですが、第3区で過去最高得点となる91点を記録したということで、すごいですね。前回大会の悔しさを最高の結果につなげたご夫婦の努力、本当にすごいなと思いましたね。そしてなんとひーくん、今回はプレゼントもあるんだよね。それがこちらです。より良き宮崎牛作り対策協議会から宮崎牛肩ローススライス 500g を3名の方にプレゼントです。応募方法は番組の後半でお伝えします。
500g ですからすごいボリュームですね。はい、日本一の宮崎牛ぜひ味わってみてください。以上クローズアップ宮崎でした。